いやーもう最近は暑すぎておしゃれのモチベーションがあんまり上がらないんだよなできれば重ね着とかしたいんだけどもこんなに暑いともう T シャツが最強でそれしか着たくないんだよなでも T シャツのコーディネートって意外と難しくてなかなか様になりづらいできればユニクロ U のあの名作 T シャツだけで夏を乗り越したいんだけども誰か分かりやすくコーディネート教えてくれないかなと思っている皆さんこんにちはスタイリストのしゅんです今回の動画なんですがユニクロ U の名作 T シャツを使って プロがが着こななししししををつ解説ままますすすすとといいいいいいうテーマででおお届けをしたた思ってて、まあ、冒頭にもお伝えした通りですね暑い日が続いています僕自身もですね、さすがにおしゃれのモチベーションが下がっていまして、日頃から T シャツを着ることが圧倒的に多いんですね。まあ35度を超えてくるとですね、さすがに重ね着は難しいかなと思うので T シャツメインになってくるかなと思います。その中でもやっぱりですね、ユニクロ U のエアリズムコットンオーバーサイズクルーネック T シャツ。安くてデザイン性サイズ感含めて もう完璧なのでやっぱりですね使い勝手のいいアイテムかなと思うんですねただこの T シャツが発売されてからだいぶ日が経ちますし実際に街で大人の男性を見てると同じものを着てる方とも結構遭遇するわけなんですねなのでこれらの T シャツを使っておしゃれに見せるのがちょっとハードルが上がってるのも事実かなと思いますそこで今回はこちらのですねユニクロ U の大名作 T シャツを使って具体的に3つのコーディネートを組んでみましたまあアイテム自体はすごく癖がなくて使いやすいんですがボトムスとの組み合わせだとか小物の組み合わせでまた見せ方 方がだいぶ変えられるかなと思いますのでま良、あ、かったらですね一つの参考にして今回の動画を楽しんでいただければなと思っていますこちらのチャンネルでは大人男性に向けてメンズファッションの基本ですねなるべく分かりやすく解説していますので良かったらチャンネル登録やグッドボタンの方もよろしくお願いしますそれでは早速いってみましょう はい。ということで、ここからですね、具体的にユニクロのですね、大名作、ヘアリズムコットンオーバーサイズクルーネック T シャツを使った夏のですね、シンプルな着こなしを皆さんにご紹介をしていきたいなと思っています。まず一つ目なんですが、結構僕が日頃からよくやるような着こなしなんですが、まずは T シャツ自体のカラーから皆さんにお伝えしたいなと思います。07のグレーですね。僕はこのシリーズの中でこの色が一番好きなんですね。ブラックよりは重たくなくて、ちゃんとシャープ はははあるんんんだけどもおじさっっぽいいよううななな従来のグレーとは違ったででですすすねね都会的的雰囲気が漂う色合いですごく個人的には好きなんです、ねまあ、ちなみに僕は身長1 6 4センチ5 3キロとだいぶ小柄な体型なんですが今回はですね L サイズをですね着ています、まあ、こちらの T シャツに関しては結構ものによって M にしたいだとか、まあ、気分で L にしたいだとかサイズ感はですね割とバラバラで選ぶことが多いんですね夏の主役の T シャツとしてはやっぱりこうシンプルになりがちなのでちょっとサイズ感に ゆとととりりを持たせたたたせ方がちょっっしたアクセンントトになったりだとか、まあ、トレンド感漂うので今回はこちら L サイズを選びましたが皆さんが普段選んでるサイズを選んでもですね最初から袖丈が長くなってたりだとか身幅にゆとりがあるのでトレンド感ちゃんと出るので、まあ、そのあたりはお好みで選んでいただきたいなと思います上半身は割とこうシャープめのダークグレーなんですが、まあ、ボトムスはですねちょっと夏らしく重たくならないようにですねオフホワイト系のデニムを合わせていますこれは僕のところで作っているですねシルエットは少しワイド感 があってこの腰回りがですね外付けのポケットが付いている、まあ、ベイカーパンツ仕様になっているものなんですが、まあ、これがですね僕大好きでしょっちゅう着てるんですがこういった形で上下でででコントトラスををつけたような着こなしを組んでいますで足元に関してはもう夏はサンダルが圧倒的に多いのでビルケントックのチューリヒですねこれは僕にとってはもう永遠の定番的な立ち位置で、まあ、サンダルというカジュアルなものの中でもスエードを使っているので一定の大人っぽさだとか小切れさを漂わせることができるのですごく気に入っている サンンダルですです。デザインもちょ割と癖があるんです、ね、コーンの部分はしっかりと押さえてあるんですがベルトですねちょっとこういったバックのカラーがですねブラウン系で渋みがあってですねこのあたりも含めて気に入っていましてこういった形で今回は組んでみました T シャツ1枚のスタイルは結構地味になりがちなのでどこかにアクセント作りたいなというのが個人的な感覚なんですね、まあ、今回はアクセントとしましてはまずは T シャツのサイズ感ですね通常よりもワンサイズアップすることで少しゆとりを出してアクセントを作っています あとはボトムスに関してもですねコントラスト高めのオフホワイトを選ぶことでパッと明るい印象になってるんですねこれもワンアクセントという形になっていますあとはですね小物使いですねサンダルをスウェードにしたいだとか、まあ、いつも通り時計だとか番組だとかあとはですねこういったメガネですね先日もご紹介しましたがメガネとかサングラスみたいなものは夏の良いアクセントになるのでこういったものは必ず取り入れるようにしていますそうすれば T シャツ1枚のスタイルでも地味になりすぎずにですね適度に盛りて つけるることができるのできの、まあね、ま,まあ白系のパンツに関しては、まあ、僕のブランドでもやってますがユニクロのワイドストレートデニムとかのオフホワイトも結構良かったでするので全身ユニクロでも結構このコーディネートは再現可能かなと思うのでよかったですね是非皆さんもトライしていただければなと思っています。 はい続いて2つ目のですね着こなしなんですがこれまたですね最近よくお見せしているので、まあ、皆さんもですね見たことあるかなと思うんですが今度はですねブラック T シャツに変えてみました、まあ、ユニクロ U の T シャツというと白のイメージが強いかなと思うんですがカラバリ豊富でその中でも結構ブラックも使いやすいなと思ってるんですね今着てるのは今度はサイズ M にしてあるわけなんですが、まあ、こちらもよく着ていますね白 T にはないシャープでなおかつ人との違いが出しやすいので ブラックののののメリリッットトトで、でイトユニクロ U のエアリズムコットン T の中も、も白とかライトグレーっぽいはそんなに多くないんですね。もし着ている人がいるとしても、そこまでユニクロ U というのが分かりづらいというところもあったりするので、意外と使いやすいのはこちらの T シャツかなと思います。まあ、サイズは黒ということで結構重めなので、まあ,あ、えて大きすぎない形にしようと思ってですね、通常の M サイズを選んでいます。まあ、それに対してボトムスはですね、ちょっと男らしいミリタリーだとかワーク調のですね、 オリーブのパンツを合わせています。これも僕のブランドで作ってるやつなんですが、まあ、ベイカーパンツのデザイン仕様になっているので横に大きなポケットがついてるわけではないので割とこうクリーンに履きやすいかなと思っています、まあ、オリーブとブラックというのはすごく相性がいい色なのでこういった形で今回は合わせてみましたで足元に関してはですねちょっとこう大人っぽく綺麗な感じだとか今っぽさを出したかったのでグルカサンダルですね、まあ、やっぱりこのオリーブのパンツにはグルカが一番合うなというのは個人的に実感としてあるのでこちらを合わせています、まあサンダル という一つのジャンルの中でも結構いろんな形があるのでグルカとビルケンシュトックというのは別々で持っておいても結構使い分けができるんじゃないのかなと思っていますそしてアクセサリーとか小物類なんですが今回新しくですね取り入れたのがこれなんですね僕はネックレスをですねあまりしない人間というか苦手なんですねちょっとチャラチャラした印象があるのであんまりしないようにはしてるんですが今年はこちらのテュアレグのネックレスを購入しましたちょっと長さがあるんですね紐の長さがあって、まあ、大体こう溝落ちが ぐらいにですねこのシルバーパーツが来るようになっていまして、まあ、トゥアレグのですねアイテムは僕はバングルだとか指輪とかいろいろ持っているんですがちょっとクラシカルな彫りが入っていて割とこうキザっぽいようなネックレスではなくて男臭い感じになっているので個人的にはこういったブラックティーとオリーブのパンツのようなこちらまたやや男臭い着こなしの中に取り入れてもそんなにこう嫌じゃないかなということで今回取り入れてみました T シャツ単体のスタイルはどうしても退屈に見えがちなので、まあ、いかにアクセントを足すのかというところになってくるかなと思うんですが、まあ 今回の着こなしの中では、やっぱりこのオリーブのパンツというところですね。まあ、これ自体が一つのアクセントになったりだとか、まあ、レザー系サンダーの中でも、やっぱりデザイン癖あるのがグルカサンダーだと思うんですね。まあ、ここも一つのアクセントで、あとはこういったネックレス、ちょっと特殊なものではあるんですが、ぜひ服好きの方はですね、結構トゥアレグのネックレスって名盤でアパレル業界でもしてる方が多かったでするので、よかったらチェックをしていただきたいなと思います。ちなみに今はですね、こういったタックアウトした形で着ていますが、まあ、こういった形でタックインを しながら来てもらっても結構バランスが良かったりするのでこのあたりはお好みに応じてですね使い分けていただければなと思うので良かったらトライしていただければなと思っています はい、続いてラスト3点目の着こなしなんですが今度は白 T ですねユニクロ U のエアリズムコットン T といったらやっぱり白が最も代表的かなと思うんですねただやっぱり白 T って僕の中では使うのが難しい印象があるんですね失敗するとそれ下着ですかって感じになってしまうのでなかなか差別化するのが難しかったりするんですが、まあ、その中でもユニクロ U の T シャツは袖丈が長かったりだとか身幅にゆとりがあるのでインナっぽく見えないところがメリットかな かなと思うんですね。ただ先ほどからもお伝えしている通りこの T シャツですね街で着てる方はめちゃくちゃ多いんですねなのでちょっとですね見せ方を変えた方がおしゃれには見えやすいかなということで僕としては結構珍しい着こなしをしてみましたまずはですね白 T のサイズなんですが M を着ていますなぜこのサイズにしたのかというとタックイン今回してるからなんですねタックインする時に T シャツのサイズが結構大きいとですねいろんなとこがダボついちゃうんですよねここの身幅だととか、袖丈が長いと 思ったくなりがちなので、そこまでサイズ感は大きくない方がいいなということで、通常の M サイズを選びました。そしてタックインすることで、だいぶ見え方としては耐え草をですね、抑えられたのかなと思います。で、ボトムスに関してはですね、ちょっと見えづらいかなと思うんですが、これは先日も皆さんにご紹介しましたユニクロ U の新作ですね。ワイドストレートデニムというやつを購入してみました。サイズ27インチということで、なかなか店頭に売ってない最小サイズなので、今回オンラインで購入して、まだ裾上げも実はしてないんですね。 目の状態ななんでですすががかかりり仕上がり良かったですねまあ色の展開いくつかあるんですが個人的にはこのダークグレーっぽい感じの色合いですかこれがいいなと思いましたライトブルーもすごく旬でいいんですが大人世代だとちょっとカジュアル見えすぎてしまうのとあとは色の濃淡ですね結構デニムが好きな方だとこだわりを持ってる方は少なくないかなと思うんですね僕もデニムすごく好きでいろんな良いものも持っているんでそういったものを見てるとやっぱり色のですね濃淡の出し方とかにうん100%はちょっと満足いかなくて今回はです、ね こういったシャープに見えるダークグレーを選んでみました。まあ色的にもちょっと大人っぽく見えますし、あとは色落ちの感じもちょっとあるんですが、あまり濃淡が出てないので、チープに見えないし、すごくバランスがいいなと思うんですね。ユニコのワイドデニムということで、メンツでは結構珍しいかなと思うんですが、割と太すぎないですよね。もも周りはゆとりがあるんですが、膝から下にかけてストーンと落ちるような仕様になっているので、割とこれ使いやすいなという印象ですね。まあ今回は白とグレーということで、モノトーンでまとめて小物ですね。こういったベルトだと 靴は先ほどもご紹介したグルカサンダル履いてますがこれもブラックその他のですねこういった時計のベルトも含めてブラックで統一しているので今っぽい着こなしではあるんですが大人っぽく着れるような感じでバランスをとってみました白 T というですねもうめちゃくちゃベーシックで退屈に見えがちなアイテムでもタックインをしたりだとかちょっとワイドめのボトムスを履くことでだいぶですね味変ができるかなと思うのでぜひ、まあ、皆さんもですねちょっと難易度が高いというか大人世代には見慣れないスタイリングかもしれない ないですが夏ですし限られたアイテム数でちょっとおしゃれに見せるためにはこういった実験的なスタイリングもトライをしてみるのもいいんじゃないのかなと思います僕も真珠164センチと小柄なのであんまりタックインってしないんですね、まあ、もちろんこういったタックインをすることがあったとしても上に何か1枚着て内側にこうタックインすることが多かったんですが t シャツ1枚でもですね意外とやってみると自分自身も見慣れてきますし最初はですね奥さん受けもそんなに良くなかったんですが最近ではだいぶ見慣れてきたと言ってくれているので、まあ 自分も他人も見慣れるというところも出てくるかなと思うのでまあ実験しながらですね少しずつ慣らしていくと面白いんじゃないのかなと思います誰にでも似合うスタイルではなくて結構おしゃれが好きで日々の着こなしにマンネリを感じている方であればこういったタックインなんかも面白いかなと思うので白 T とグレーデニムのタックインスタイルよかったら是非皆さんもですねトライしていただければなと思っています。 はいということでいかがでしたでしょうか今回の動画ではユニクロイの名作 T シャツを使って3つのですね大人っぽいコーディネートを組んでみましたエアリズムコットンオーバーサイズクルーネック T シャツは空張りが豊富なんですがまあ色々とですね僕自身も買ってみた中で結局残ったのが今回ご紹介したですね3つの色ですね白黒グレーこのモノトーンがなんだかんだで使いやすいんですねアイテムの色としてはもうベーシックで全くエッジが効いていないんですがまあ、サイズ感を調整してみたりだとかあとはボトムスを 変えててみるるるだだとととかか、まあ、場合によってはタックインしたりだとか小物をを使いなががら見せ方を変えるこでできるんですねまあ今僕が着ている T シャツのように T シャツ自体の個性が強い場合はコーディネートの幅ってそんなにたくさんは作れないんですがアイテム自体が結構地味でシンプルなものこそいろいろと味変ができるのでぜひ、まあ、皆さんもですね今回の動画を参考にしながらタックインをちょっとトライしてみたりだとか帽子だとかアクセサリーを使いながら少しアクセントを足したりだとか自分なりの退屈に見えないですねユニクロ U の T シャツの使い方をですねマスター していただければなと思っていますこれからもこちらのチャンネルでは大人男性に向けてメンツファッションの企業をですねなるべく分かりやすく解説をしていきたいなと思ってるんですが普段の動画の中ではなかなかお伝えしきれないようなセレクトショップのオリジナルからドメスティックブランドまたちょっとツー向けの専門ブランドに関しましては僕はもう一つ運営してます YouTube のメンバーシップチャンネルの方で詳しめに解説をしています週に2本のオリジナルの動画とそれに加えて週に1本ですね週末にライブ配信を行っています皆さんからいただいたご質 ワイワイ楽しくやっていますので気になる方はですねこちらの動画の下の概要欄の方からチェックをしていただきたいなと思っていますまた普段なかなかですねゆっくりと動画を見る時間がない方のためにオンラインサロンというものもやっていますこちらの方では文章と写真ベースでおすすめのアイテムですとかコーディネートの解説を毎日配信をしています僕も記事を書いていますし僕以外のスタイリストや専門家も記事を書いてくれていますまた参加者の皆さんもですね気軽に記事をアップすることができるのでおしゃれが好きな男性が集まってワイワイ楽しめるようなコミュニティになっていますので 気になる方はですね、概要欄の方からチェックしていただきたいなと思っています。以上、スタイリストのしゅんでした。また次回の動画もお楽しみに。